えー、岡田さんがご子息の教育をする際最低限これだけはできるようにさせたいと思ったことは何ですかまたそれは達成できましたかえーっとね俺あの娘にしたと思ってる教育はもう3つしかなくて1つ目は娘が小学校の高学年ぐらいになった時にですねいきなり「にちゃん用語」を使い出した時があって、えー「それは恥ずかしいからやめろ」っていうふうに言いました。 いや、学校でもみんな使ってるっていうふうに言ったんですけどもみんなかどうかよく思い出せと同じ「二ちゃん」を見ててもすぐ使うバカと一回心の中で溜めて使うべきかどうかを考えてるやつがいるからそれを見分けろって言ったらですね。しばらくしたら「二ちゃん用語」使うのがぱったりやめてですね。<laughs> 娘は小学校5年かなで「二ちゃん用語」使うのやめたので俺はあのいい年して「二ちゃん用語」使ってると、えー、精神年齢11歳だというふうに決めてるんですけども。 で二つ目はですね、まああの自分で飯が作れることです。これは別に女の子だからっていうのではなくてですね、飯を作ることができなければあの自活する自信がわかないんですね。あの人間が何ができるのかの基本っていうのはあのご飯が作れることだというふうに思ってるんでですね、ご飯が作れればご飯を作るのが面倒くさいから金を出して外で飯を食おうというふうに発想できるんですけども、それがなんかサイトでできないとちょっと後々。 自分の選択肢が急にに狭まっっちゃうううというふうに思ってるんで,ですね。人のためにもご飯を作れることですね自分が食うものじゃなくて例えば僕とか母親とかに対してご飯を作ってそれがおいしいとかまずいとかって言われてもですね、それに対して踏ん張れて次の日も作れる程度の精神力があればまあ世の中生きていけるというふうに思ってるのでご飯が作れるんでで、すねで。3つ目はですねこれ教育と言えるかどうか分かんないですけど家を出たがることですね。 あ,のあまり家をです、ね、快適な環境でいつまでもいる場所にするとですね、僕なり母親なりがですね、しょっちゅうずっと稼いで,です、ね、娘を支えなきゃいけないそうでなくてですね、娘が早く独立してくれたらその分家をダウンサイジングできてコスト下がってやりたいことが増やせるわけじゃないですかなので家をあんまり快適にせずにですね、なんか家から出てもらえるように考えました、ね。